この玉をどこで。昔から我が家に伝わってきたものよ。欲しければあげるわ。命を助けてくれたお礼よ。いいのか。ありがとう。ところであんた。名前はおゆう。小谷城ゆかりのものよ。じゃあ浅井の。なるほど、それで読めた。信長は今その浅井を滅ぼそうと虎視眈々と狙っている。戦になれば残念だけど浅井に勝ち目はない。だからこの手で信長を倒そうと岐阜城へ。でも捕まってしまった。目的は俺も同じだ。柳生一族の仇を討つため信長を。十兵衛、私もしばらくはこの今庄の町にいるつもりよ。だから。私どうかしている。だから何かあればいつでも手伝うから行ってきてね。おい十兵衛。ん、小太郎。今の女、名前は？おゆうだが。確かか？どういう意味だ？何か知っているのか？どこかで見たような。とにかく十兵衛、俺の勘に狂いはねえ。あの女はただ者じゃない。十分に気をつけることだ。小太郎。十兵衛。ん。誰だ貴様。風魔小太郎。北条家お抱えの忍者軍団の若頭領が何の用だ。忠告しておく。今のおゆうという女には気をつけろ。あの女怪しい匂いがプンプンするぜ。ちょっと探ってみる。